上り坂に加えて今年は強烈な向かい風がランナーの行く手を阻む第15中継所福島大学入り口です。女子中学生またはシニアのランナーから男子のランナーへとたすきがつながれます。令和最初のチャンピオンはどのチームになるか、まもなくアンカーたちが走り出します。先頭でやってきたのは地元ナンバーカード1番の福島市です。この中継所までずっとトップを守ってきました。差は詰められましたが、忍部中3年の佐藤瑠香がやってきました。待ち受けるのは高橋芳樹27歳、14年ぶりの優勝へ向けて福島市トップでたすきをつなぎました。フィニッシュの県庁を目指します。ナンバーカード3番の郡山市です。伊藤マリア富田中の3年生、待ち受けるのは東京国際大学の3年生鈴木天太が待っています。トップの福島市が通過してから35秒が過ぎました。まもなく40秒、2位の郡山市およそ40秒の差でトップの福島市を追います。2位で通過です。そしていわき市がやってきました。トップの福島市からは今50秒が通過から過ぎました。小野真央勿来一中の3年生いわき立教25歳、高林拓也たすきがつながりました。3位でいわき市です。トップの福島が通過してから4分が経過しています。4位で会津若松市がやってきました。若松52年の田部夏樹、待ち受けるのは五十嵐拓也会津新勤勤務です。今およそ4分20秒の差で4位会津若松市がフィニッシュの県庁を目指してスタートしました。トップの福島が通過してから9分30秒がすでに経過しています。5位で須賀川市がやってきました。31歳、社会人になって陸上を始めたという菅野翔子最後の力走、待ち受けるアンカーは佐藤圭太。今須賀川がトップとおよそ9分50秒の差でたすきをつなぎました。5位でいきます。6位町信トップでナンバーカード22番の石川町がやってきました。石川中の2年生鈴木優香です。トップの福島が通過してからまもなく11分、待ち受けるのはアンカーキャプテンの今村大輝、白い帽子、今青いタスキをつなぎました。町のトップで石川町が行きました。ナンバーカード9番の二本松がやってきました。7位です。東亜中1年の菅野好花、待ち受けるアンカーは18回目出場ベテラン33歳の武藤博也です。7位です。二本松氏が黄色いタスキを今渡しました。トップとはおよそ11分50秒の差です。トップの通過から13分が経過、繰り上げスタートまで2分を切ったタイミングで大勢のアンカーが路上に出てまいりました。繰り上げスタートに備えて多くのランナーが白タスキを肩にかけて出てまいりました。チームのタスキをつなげるチームは出てくるか。白いタスキをかけた大勢のランナーが控えています。ナンバーカード7番の北方氏がやってきました。8位です。8番目にやってきました伊藤クレア北方三中の3年生、待ち受けるのは JA 勤務の一重亮太アンカーです。北方氏が黄色いタスキをつなぎます。今8位で行きました。そして35番、会津美里町もやってきました。金田沙耶香会津学校中学の3年生です。青いタスキを持っています。待ち受けるのは城西大1年生アンカーの木村芳樹。9位で会津美里タスキをつないでいます。繰り上げスタートまであと30秒となりました。トップの通過から15分が迫る中ランナーがやってきます。ナンバーカード44番の天栄村がやってきました。天栄村は天栄中学3年生の須田シルヤです。その後ろから矢吹町もやってきています。矢吹町は矢吹中3年の加藤雄飛、しかし繰り上げスタートまで10秒を切っている。白いタスキですがつなげるかどうか。あと5秒、天栄村つなげそうだ、ギリギリだ、どうだ、今つないだ、矢吹町は間に合わない。今大勢のランナーがスタートを切っていきました。そんな中矢吹町のランナーは今第15中継所到達。多くのランナーが繰り上げスタートとなった第15中継所です。44番の天栄村をつなぎました。今西郷村がやってきました。風岡里乃はタスキをつなぐことができませんでした。白いタスキをかけたランナーがやってきます。ナンバーカード23番は浅川町津村屋美宇です。そして51番は北塩原村平尾昭恵、
その後ろからは10番の田村氏、奥山真奈美がやってきます。今北塩原村がフィニッシュです。その後ろからは広野町牧野原梨央がやってきました。そして25番三春町は小野寺加古が今やってきました。磐梯町伊藤柚葉、花輪町の福本かなさ、そして 白川市はクロスアイリ、鏡石町は小林夢香です。やってきたのは30番西会津町は江川あさみ、50番の平田村は吉田真奈、さらには12番伊達市は大木美久、46番泉崎村涼しい市葵、13番の本宮市茅場亮奈、24番フィルドラ町大竹舞、そして39番大熊町渡辺凛、32番の猪苗代町鈴木沙羅、14番郡町は渡辺光、そして47番の中島村は小磯ひなの、19番の棚倉町山本真中、玉川村、さらには11番の南相馬市、そして柳津町、続々とフィニッシュを迎えています。西会津町、そして相馬市もフィニッシュを迎えました。27番は南会津町です。33番会津番下、26番の小野、そして希望福島もやってきました。その後ろからは大玉村、さらには浪江町、42番は新地町、高田加穂がやってきました。今フィニッシュを迎えています。第15中継所に到達です。鮮やか28番は下郷町、白川純喜、下郷中3年生です。その後ろからは48番鮫川村は三平茜、鮫川中の3年生、これで45チームが到達です。残りが8チーム。29番只見町は只見中3年の三部楓、46番目、そして16番川俣町は三浦瑠香です。37番奈良浜町、平山中3年の奥山ひな、残るは5チーム。38番は富岡町、関根つぐみです。そして双葉町は沢上明38歳、国見町は県北中2年の津田しおりです。富岡先にフィニッシュそして国見町、双葉町とフィニッシュしています。残りは2チームとなりました。飯舘村とそれから山釣町です。飯舘村は37歳で初出場です。役場勤務の赤石沢歩美です。強風の中最後の力走です。まもなく第15中継所です。白いタスキを肩にかけて今フィニッシュ。そして山釣町最後のランナー、山釣中2年塚田由紀がやってきました。これで53チームすべて第15中継所に到達しています。すべてのランナーが走り切りました。